はい、皆さん、参りまいりどー。毛先を好きすぎてる美容師さんがいるね。小手で巻くとかね、カーラーで巻くっていう場合はいいけどね、ブローで仕上げるような場合はね、あまりね、吸いちゃダメだよね。ある程度はすくけどね。はっきり言ってね、この加減はね、もう口で説明できない世界。美容師さんもね、自分がやってるカットは何のためのカットかよく考えた方がいいよね。これはね、こんな言い方してね、若い美容師さんが理解できる方は多分理解できねえんじゃねえかな。その頭ってカーラーで巻く頭小手で巻く頭ストレートアイロンの頭まあ、それともブローの頭 まずお客様がね、どういう風に仕上げるかを考えてからやっぱりカットってすべきだよね。同じね、ボブでもね、こういうボブでもね、コテで巻く人とね、ブローする人とね、まあカーラーで巻いちゃう人っているよね。でまあそれに合わせてね、微妙にカット変えていくんだよね。 ま、この手の頭をさ、ブツッとさ、全部ブラントでカットで切るっていうのはないからね。必ず毛先はシャギー調になってくるよね。ブローする方はね、あまりシャギー入れてね、ペランペランにしちゃうとね、あの、なんか調子悪いんで跳ねちゃうんだよ。巻く人はね、やっぱりちょっとペランペランの方が馴染みがいいっつのブツ切りの頭巻くとね、もうゴロ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 しちゃってね、もうこれちょっと扱い切れないんだよね。ちょっと薄めの方がいいんだけどね、毛先はね。 もうこればっかりはね、もうお客様とね、よく打ち合わせしてね、1回2回のカットじゃねえわかんないよね。何回も何回もカットしてね、徐々に徐々にね、いい方向へ持っていくっつうのだカットの切り方って、ま、あ同じような頭でもワンパターンじゃないんだよね。はい、ちょっとね、理解できないワンポイントアドバイスね。はい、お疲れ様でした。